実はこの越境サービス賞というのはですね、協定文の中で言うと、実はあんまり、変な言い方ですが日の目を見てきてない賞です。どうしても農産物のアクセス、市場アクセスだとか、それから投資、それから今日も後半である金融とかですね、それから、医療という賞はありませんが、保険医療、それから食の安心安全等々というのは皆さんもいろいろと耳にしたことありますが、この越境サービス貿易の賞っていうことではですね、マスメディアはほとんど扱ってないと思います。でなぜかというとですね、これが非常に重要なんですが、お手元の資料を見ながらいきたいと思いますけど、このサービス貿易ということなんですね、これに関わる賞なんですね。繰り返しますけど、サービスというのは本当に範囲が広いです。さっき言ったような金融とか保険とか通信流通っていうのもそうですし、旅行業とかですね、それから映画なんかもサービス貿易に入ります。海外の映画を映画館で私たちが見れば、これは越境サービスという行為を通じて、外国のコンテンツを消費したということになりますから、越境貿易の対象になります。それから飲食店とか医療とか教育とかですね、建設とか、それから法務会計情報処理、美容とか観光総裁もって書きましたけど、全部これはサービスなので、サービス貿易の対象になってくるわけですね。で、その下に書いたのは繰り返しますけど、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス等の義務が TPP でもガッツ同様に課されています。で、ガッツと大きく違うのはですね、このどういう形で各国が自分たちの国のさまざまなサービスをですね、定義するのかという方式の違いです。ガッツの時代にはポジティブリスト方式といってですね、自分の国はこれとこれだ、自由化をするものだけを挙げて約束をする、約束表というんですが、その自由化するものだけを挙げる方式です。さっきネガティブリストというのは申し上げましたが、さまざまな貿易交渉の中では、協定の中ではだいたいネガティブリストを取った場合に必ずこのラチェット条項というのがおまけのようにひっついてきます。これはですからペアみたいなもんです。で、ネガティブリストでを採用した上でラチェット条項というのが入っている。でラチェット条項というのはご存知の方多いと思いますけども、ですね、一度ですね、要するに現行水準の規制のレベルってありますよね。例えば外資の規制だとか市場アクセスへの規制だとか、これをですね、TPP が発行した後はですね、基本的に高めることができないんです。つまり自由化するのはもうどんどんどうぞっていう感じなんです。規制を強化するっていうことができない、つまり後戻りができないんですね。これ非常に怖い条項です。ISD も非常に危険ですけども、このラチェット条項というのもですね、その各国の規制の水準を二度とですね高めることができないという意味で、公共政策も含めて自由化の方向に、固定をしてしまうという非常に怖い条項が入っているということ、それからですね、この ② の現地における拠点義務っていうのがそもそもガッツの時代からあったんですね。つまり何かその国でビジネスをしたい場合には必ず、その国に現地の拠点を置かなければいけないというものがあったんですが、TPP ではですね、見事これが取っ払われました。ですから、進出したい国にですね、現地法人や事務所を置かずに企業活動が可能になるという、ですから外国のサービス事業者にとっては非常にありがたい規制緩和なんですね。急送便サービス付属書っていうのは、ちょっとわざわざこの付属書が付けられていてですね、これは基本的には郵便事業に関する規定です。これ要するに外国企業と同等の競争条件を、提供しなければいけないと。具体的には日本にとっては、
郵便事業体である日本郵政に対する、規制緩和の強い要求です。これはですか、日米平行協議の中でも出てきますが、保険分野の規制緩和要求ですね。これも後で橋本さんから述べていただけると思いますけども、そういったものと関連して非常に重要な問題だと思います。あと明治改革要望書のことについて簡単に、先ほどもガッツの話が出ました、あれ国際版ですけれど、国内版で明治改革要望書について、まあ、これはなぜこれのことを言うかというと、 TPP は基本的に明治改革要望書のバージョンアップ版なんですね。このバージョンアップ その割合が、まあ、それこそ2倍3倍じゃ多分ないと思いますね。まあ、それぐらい、まあ、このことについて国家戦略特区について本書かれている達人さんが、まあ、ご報告されてましたけれど、まあ、それで年次改革要望書についてご報告をさせていただきました。でオフショア金融タックスヘイブンの規模ですね、これはまあ報告させていただいてもいいと思うんですけど、世界の GDP の3分の1と、まあ、300兆ドル3000兆円というように言われています。まあ、本当は私はこの世界の GDP の半分はこのオフショアにあると思います。あとその他銀行の対外投資の半分、また対外直接投資の半分はオフショア市場に向けられているというようなことも、この、タックスヘイブンの闇のニコラス・シャックさんの本に書かれていることでした。でこの TPP をその巡るウォール街のその狙いということで、まあ、言ってみればそのグローバル資本の狙いは、戦後70年間日本が蓄えてきた国富を国際金融市場へ流通をさせて、彼らの資金提供者として利用させることが最終目的ではないかというようなことが、もともとその、加藤さんの意見でもありますし、私もそう思います。もともとその年次改革要望書の10年前はゆうちょですね、ゆうちょ官報のお金だけだったんですけど、今回の その TPP の金融サービスで狙われているのは JA とかの共済の資金ですね。共済資金が300兆もあるとは知らなかったですけど、そのお金が狙われていると。あと日本企業の内部留保 その350兆円もそのターゲットになっているんじゃないかと。あともともと GPIMF の年金マネーと金融緩和の日銀マネーと、この2つですね、この2つが、最初に加藤さんとの議論の中で加藤さんが言われたのが、日銀マネーの方だったと思いますね。で日銀マネーが狙われてるんだったら、私は年金マネーも狙われてるんじゃないかと話をしたら、加藤さんもそうじゃないかというように言ってくださいました。まあ、こういうその日本の中にあるありとあらゆるその財産がもともとその溜まっている流行資金として狙われているものが今回の TPP としてそのターゲットになっているんじゃないかなというようには、加藤さんとの議論の中では意見を打ちたところですね。